はい、金銀白天、福屋八丁堀本店で昨日6月17日、18日ですねから、開催しております。今日で2日目ですけれども、ちょっと、細坂聡先生がねちょっと都合によって会場に来られないので、代わって作品をちょっと一点一点紹介させていただきます。今回この動画ではこの作品、孤高の城壁という作品ですねを紹介させていただきます。さて、これはパネルにテンペラと油彩ということは、まあ、いわゆる混合技法っていうことですよね。まあ、テンペラも、まあ、広い意味では洋画で油彩ではあるんですけれども、テンペラって一部水性なんですよね。描写するときにはちょっと水を使って描写をすることができるんですよ。で、乾いていく段階で、水の成分が物理的に、乾いてですね、少しオイルや樹脂が入ってるんですけど、それが残って今度は空気と結合して、今度は化学変化して定着していくという2段階のちょっとこう変わった、定着していき方の、画材技法がテンペラなんですけれども、やっぱり元は水性だったりとかしますので、あまり厚塗りができなかったりとか、あとやっぱり油絵の具というのはすごくね、世界的にも堅牢っていう用語をよく使うんですけれども、強い画材なんですけれども、ちょっとねそのテンペラだけではなく油絵を油彩をちょっと足すことによって、その作品が、強くなるっていうことですよね。衝撃とか、まあ、絵っていうのは3つこう、まあ、良くないことがあって、1つは退色、色が焦るということと、もう1つはひび割れ、まあ、それにひび割れに近いですけども、その最後のもう1つは剥落というのがあって、まあ、その3つがねあんまり良くないとされているんですけれども、まあ、その油絵の具を要するに混合技法として使うことによって、まあ、そういう剥落やひび割れっていうことをちょっとこう防ぐみたいなことだとは思うんですよね。ちょっとね技法についてなんか細かく説明しましたけれども、こちらどうでしょうね、こうイタリアのお城ですよね。細坂先生はねこう本当に数年に1回イタリアをこう自分で回って、もうなんかホテルとか予約しないんですよね。もう飛行機だけの飛び乗って、なんかホテル飛び込みで交渉して何軒か回ってみたいな形ですね。それで一番安いところに泊まるみたいな、でそれでそこをベースにそのこう遺跡とか美術館とかを回るっていうような形の取材をこうされてるんですけれども、これもねどっかちょっと古城ですよね。なんかとても立体的にこうパネルにねこうやって描いてるんですけれども、とても立体的になってますよね。はい、最初の作品の解説は孤高の城という作品でした。こちらになりますね。